はいどうも、まろやか系おじさんです。はい、ということでホリエモンのねちょっとニュース、炎上しているニュースを見たんですけども、餃子屋行って、マスク着用してなかった方がいたということで入店拒否をされたということで、対応の仕方が悪かった。で、それで、Facebook の方に、相当ね、そのお店の名前がわかるように書いた状態で、批判をしてたんですけども、すごい言いたいことがある、これについて。俺よくラーメン食べに行くから、ほぼ毎日と言っていいぐらい。結構そのお店のルールに厳しいお店、今回、餃子屋さんなんだけども、ルールに厳しいお店っていうのは結構ラーメン屋さん多いのよ。で、例えばラーメン屋に入ったら喋ってはいけないだとかね。あと、電話禁止で、マスクは机の上に置かないとか、もう全部事細かく書いてたりするんだけども、でも俺はそれでも行くのよ。なんでかっつったら、そこのラーメンが食べたいから、行くんだけども、正直言うとお客様は神様だみたいな時代ってもう古いというか、そういう時代ではもはやない。で、はっきり言ってしまうと、一言でね、片付けてしまうと、嫌なら行かなきゃいいっていうだけの話で。で、初めて入ったのかな、今回。で、そこで影響力ある人が、あんなね、お店がわかるような形で、批判をしてしまう。もともとホリエモンって炎上系おじさんだからさ、それはそれでいいんだろうけども、一方餃子屋さんは、炎上系餃子屋さんじゃないから、そもそもね。そういう風に書かれて、そっちの餃子屋さんにもかなり迷惑がかかっている状態。ということでね、いろいろ、対応が悪かっただとか、自分が気に食わなかったこと、あったとしても、思っててもいいと思うけど、社会的に影響がある人が、ああやってSNS に書き込みを、して、言わなくてもいいことをわざわざ書いてしまうっていう大人がね、最近ね、ちょっとね、増えたなとは思うのよ。俺はこれはどうかな、子供たちもたくさん見てるのにっていう中で、そういうおじさんすげえ増えたなと思ってて、これは、ちょっとダサいよね。で、その餃子屋さんは一般の餃子屋さんなわけだから、結局、わーわー言われて、反論せざるを得なくなった状態になって、あまりね、なんて言うんだろう、綺麗な言葉遣いをするお店の方ではないみたいなんだけど、俺はそれも一つの味だと思ってんだよね。だから、うまけりゃ、そのお店のルールにのっとって、俺は行くし、いや、違うなと。いくら理不尽なことがあったとかってなっても、うまけりゃ行くし、食いたきゃ行くし、行きたくなけりゃ行かない。それでいいんじゃないのかなって普通に思うんだよね。で、言わなくていいことをなんであんなに書いたんだろうということでね。もともと炎上系おじさんだから、俺にはだから炎上ネタだとしか思えないよね。で、お店の方に、ツイッターの方でね、わーわー言っている、ホリエモン信者みたいな人たち、それもダサいなと思って。お店のルールがお店にはある。で、客を選ぶ権利があるんだみたいなことまでは言わないけども、普通にそこのお店にはそこのお店のルールがあって、それに従ってもらえなければ、入れる筋合いはないとは思うわ。俺も。拒否権はあるからね。誰でもかんでも全員お客さんは神様なんですっつって、よく、牛丼のチェーン店とかでも、ちょくちょく、だいぶ減ったのかなだけど、偉そうな態度取ってるおっさんとかいるでしょ。俺は、あれは、だから、ちょっと日本の風習っつうのかな、サービス以上のものを求めてる。だから、例えば牛丼屋だったらさ、美味しくて、ポって、普通にいらっしゃいませぐらいは、言ってほしいけど、牛丼食いに行ってんだから、別にそれ以上のサービスを求めて行っている、一流のホテルのサービスを求めて行ってるわけじゃないし、うん、だから今回の餃子屋さんの件に関しても当てはまると思う。よく牛丼屋で見るおっさんとホリエモンそんな変わんねえなっていう。うん。俺はやっぱそういう風に思ったから。だからこのおじさんが、まあ、かっこいいと思っているキッズたちもいるのかもわかんないけども、これは非常にダサいことですよ。普通に考えて。はい。ということで、まあ、俺の考えとしては、そういう話です。まあ、見てらんないね。本当に。すげえ見てらんないっていう感じですね。はい。今日はそういった話でした。タラコでした。